皆さんおはようございます、今2時過ぎなんですけどね、おはようございますですね。昨日はね、多分ね9時も過ぎには意識なかったと思いますね。で、1時半頃目が覚めてもうちょっと寝ていたかったんですけど、時間が足りないんですよ。まあね、まず私今修行中ですよね。で、修行した素材を確認するんですけど、 NEX のモニターじゃ確認できないし、しかもね、やっぱ電動ズーム使ってるんで電池がすぐになくなるんですよ。で、電池も予備の電池って買ってないですよね。で、毎回フルに充電してそれをいつも使ってたんですけど、私あんまり予備電池とか持ち歩くの好きじゃないんですよ。でもね、電池も足りないし、そうなるともうすごい消耗するんでね、昨日も撮った後見たら、もうね、残り残量が 28% くらいでしたよね。フル充電の状態から夕方の修行だけでね。で、それをパソコンに吸い出してからパソコンで確認するんですけど、もうこれ吸い出すのにもね、 AVCHD はすっごい時間かかるし、で、まずパソコンはもうメモリパンパンですよ。私は今までは、撮影した素材っていうのも YouTube に上げたらもう全部ね消去してたんですね、ポイって。だけど最近ほら PV ちょっと作ってるじゃないですか。そしてやっぱり素材がたくさん必要になるんですよね、取りためた。そうするとね、もうね、私のパソコンなんて一番安いの買ってますから500ギガぐらいしかないんですよね、パンパン。で、昨日買ってきましたよ、とうとうヒャヒャンヒャ電気で、2TB ね、まあ1万円しませんよね、これも今ね9000円も切ってますよね。3TB で買ってもいいんですけど、まあパソコンのスペックが、そのね、Windows のパソコンのスペックが 3.0 じゃないんで、まあ、Mac は 3.0 なんですけど、まあ、とりあえずね、今私まだ、Windows で編集とかしてるんで、とりあえず。で、Mac の方はまた 2TB 買いますけど、それは USB の 3.0 にしますけど、まあ、とりあえず1000円でもね、安い方が今いろいろお金がいるんでね、とにかく、もう、ほんと、猫の餌代でしょ、で、猫の病院代でしょ、最近わけのわかんない機材ばっかり買ってんでしょ。だからお金はもう節約しないとね、宝くじ当てれませんしね。で、猫こんなにいっぱい5匹も面倒見てると、もう掃除が大変なんですよ。ご飯やるのも大変だしね、で、トイレの片付けも大変でしょ。いやもうね、で、仕事はしなきゃいけないでしょ。私チョンガーなんで部屋の掃除しなきゃいけないでしょ。ご飯も食べなきゃいけないでしょ。だから今寝る時間削ってますよね。いや本当マジで、いや、きついっすね。もう、こういうの久しぶりですよね。で、さらにね、これね、読むのやめようと思ったんですけどね、ま、これ、NEX の 5R の取説なんですけど、やっぱこれ読まなきゃダメですね。昨日も初めて夜の撮影っていうのをやったんですけど、もう全然ダメですよ、暗くて。もうレンズが、ね、そんな明るいレンズじゃないんで。そうすると、ISO感度をいじったりとか、絞り優先にしてみたり、シャッタースピード優先にしたりしてマニュアルでやるともうわけわかんないですよね。やっぱり取説読んで、あとやっぱりね、いろいろ勉強しなきゃダメですね。もうね、わけわかんないですよ。で、今まで私何でもこういじりながらね、マニュアルとか読むの大嫌い、マニュアル大嫌い人間だから、マニュアルとか読むの大嫌いで、今大体ぶっつけ本番で覚えてたんですけどね、これは無理。だからね、今まで何でもこう見よう見まねでね、ぶっつけ本番でね、実地で覚えてたんです。女性と同じでね。誰もそんなこと聞いてないって。すいません。まあそんなわけでね、ちょっとね、昼間どうしても仕事の話とかが入っちゃうんでね、やっぱこの夜中に勉強しないとダメなんですよ。だから朝4時頃にも今撮影の修行に出てますから、もうこの時間夜中早く起きてね、1時過ぎに起きて勉強しないと、やっぱ集中できないですよね。最近は宝くじの予選も全くしてない、予想も全然当たんないですよ、予想してないから。ちゃんとクイックピックとかで買ってるとやっぱりね当たんないですね。いやーねー、宝くじも今予想してる時間ないですよ。でも宝くじ当てにしてるよりもね、やっぱり今本当買いたいものがいっぱいあるんで、仕事ちゃんとしなきゃいけないしね、修行もしなきゃいけない、勉強もしなきゃいけない、猫の世話もしなきゃいけない、猫の病院も連れていかなきゃ、また新しい猫は一匹聞きましてね、昨日はそいつのブラッシングしてやりましたけどね。いやー
さすがに5匹いるとね、6匹、まあでもね、もう1匹くらい増えたって、まあ、それも関係ないですけどね。まあそういうわけで、なんかね、昨日の夜撮れた画像でいい画像があったらこの後貼っときますけど、ちょっと無理かもしれないですね。じゃあそういうわけで皆さん、チャオ。